皆さんこんにちは、フォトシンです。無事にですね、アイスランドに到着して、おりますけれども、本当に長いフライトで30時間ぐらいかかってね、来たんですけど、無事に着いてね、良かったです。で、まあ今日から12日間ぐらいですかね、13日間か、約2週間にわたってね、移動しながら撮影をしていくんですけれども、まあ、主には今回はその、まあ、火山活動とかですかね、そういったところの様子というものを見れたらなと思いますので、まあ、そういったものが作ったね、あの地形の面白さとか、まあ、自然の美しさってものをちょっとね撮影して、あとは氷河とかですかね、滝とかってものを、まあ、終えたらなと思っています。なので今回は割とこう南側とかですかね、あとこのハイランドっていう真ん中の方とかもねちょっと行こうかなと思ってるんですけど、まあ、北の方に行っちゃうとね、ちょっとこう割とそれぞれが薄くなっちゃうので、ちょっとねあのターゲット絞って行こうかなと思います。で、今0時30分になるんですけど、まあ、今白夜の時期ということでね、こんなに明るくてですね、あの日本にいるとなかなかないので、すごい不思議な気持ちになるんですけれども、すごくね綺麗ですね。で、割とね思った以上に寒かったので、まあ、たくさん着込んで撮影とかもねして、いけたらなっていうふうにね思います。ということで、まあこのアイスランドシリーズですね、今日から始まるんですけれども、まあ気楽に楽しくやっていきたいと思いますので、ぜひね皆さん最後までご覧いただきたいと思います。ということで、頑張って行ってきます。それでは今日はおやすみなさい。サビえ、今日はですね1日目ということで、早速ねいろいろと回りたいんですけれども、一番最初に来るのがですね、あの行くのが、ファグラダルスフィアル火山というですね、去年の3月から噴火していた火山で、今はちょっとねもうアクティブじゃないんですけれども、まあその流れた後ですかね、溶岩流をちょっと見に行こうかなと思います。なかなかそんなね数年前に流れた溶岩を見るっていう場所って、そんなに国内じゃなくてその世界の中でもねあんまりないので、もちろんハワイとかに行ったりとか、まあ、あのそういうところにもあるんですけど、まあ、結構珍しいと思うのでね、今日はそれをちょっと見に行きたいと思います。今日は晴れなんですけど、雲も流動的に流れているので、光もね結構ランダムにあのいい感じに入ってきたりしてますので、まあ、なんかそういうものと絡めて撮影できたらいいなと思ってます。すごいところをね登ってきますけれども、めちゃくちゃ綺麗です。高山植物もねすごく綺麗なので最高ですね。じゃあ頑張って登っていきたいと思います。ちょっとですね、この溶岩流に見とれてずっとねこの溶岩流の横を歩いていたんですけれども、ちょっとこう振り返った時のですね、自分が歩いてきたところの大地がね今すごく綺麗なので、まあ、今日はこんな感じで雲がねあの持続的にこう入ってきて、影がランダムに入り込んですごく綺麗なので、ちょっとねここから、先のね大地と、あとは、道路ですね、先ほど通ってきたこの S 字カーブを描いた道路と、あとは海岸ですかね、まあ、海につながるような感じでね撮影をしていきたいと思います。まあ、本当にアイスランドらしい景色なんですけれども、久しぶりにこうアイスランドでねこんな感じでカメラを構えてね撮影ができて、本当に今日はね嬉しいです。これでちょっと風も強いのでサクッとね撮影して、上の方まで行ってこの火山のね様子を見たいかなと思います。本当に綺麗です。ということで、こちらで撮れる1枚はこんな感じです。今ですね、この溶岩が流れたところ、まあ、川みたいになっているんですけれども、その縁に来てですね、
この流れたところの様子をね、今ちょっと撮影をしております。まあ自然がね作ったこのシワというかね、まあ、それがすごく迫力があってですね、かっこいいので、ちょっとねここを1枚撮っておこうかなと思います。まあ、今ちょっと望遠レンズを使っているんですけれども、ちょっとこう自分のね気に入ったこの流れというところをねちょっと撮影していこうかなと思います。でこの後はもう少しずっと向こうの方に行くとね、河口がちょっと見えてるんですけれども、そっちの方に向かってね歩いていこうかなと思います。ということで、こちらで撮れる1枚はこんな感じです。はい、ということでですね、こちらが今日の目的地のファグラダルスフィアル火山になります。まあ予想していたよりもねかなり大きくて、噴火したての頃の動画とかを見ていたので、本当にこう小さい山のイメージがあったんですけれども、実際に来てみるとね、その100倍ぐらい大きかったなっていう感じがして、まあ本当にねこれだけの大量の溶岩を出すだけあってね、立派な火口になってますね。で実際に火口は反対側になるので、さらにずっと向こう巻いていかないとちょっと見れないので、今日はね難しいかなという感じなんですけれども、まあ噴火していたらねちょっと向こうの方まで行ってもよかったんですけど、今はもう休止状態なので、ちょっとここからね今日は撮影したいと思います。ただまあ火口の近くのですね、硫黄ですかね、硫化物の、まあ存在もあったりして、黄色くてねすごく綺麗だったりして、まあ、ここから見る様子もねすごくパノラマで美しいので、ちょっと今日はこちらでね撮影しようと思います。まあ、今ちょうどいい光も入ってきてますので、こちらを撮影して今日は戻ろうかなと思います。まだね若干この溶岩の隙間からこう煙っていうかね上がっていて、若干ちょっと焦げたような匂いもねするんですけれども、まあ本当に地球が生きているなっていうのをですねこう肌で感じるような、まあ、そんな場所になります。いや本当にすごいですね、こう溶岩大地のできる過程をこう近くで見れるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますので、本当にね見れてよかったです。ということで、こちらで撮れる1枚はこんな感じです。たった1年で形成されたこのファグラダレスフィアル火山の溶岩大地は、上空から見るとさらに美しい姿を見せてくれました。固まった溶岩の割れ目と硫黄との融合は、まるで宇宙を思わせるかのような光景です。あふれ出る溶岩の姿ありませんでしたが、間違いなくこの日一番感動した瞬間でした。